荒牧吉勝荒牧吉勝8月28日から1959年11月6日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。茨城県出身。1899年11月陸軍士官学校を卒業。翌年6月砲兵少尉任官。1909年12月陸軍大学校を卒業。その後、 陸軍野戦砲兵射撃学校に配属。1919年12月、野戦砲兵射撃学校教育部長に就任。1920年12月、砲兵大佐に昇進。1922年8月、このエイ砲兵連隊長に移動。1923年12月、陸軍航空学校へ、シズ校長となり、以後、 航空関係の役職を歴任する。1924年5月、下志津文工が下志津陸軍飛行学校に昇格し、初代校長に就任。1925年5月、陸軍少将に進級。1929年8月、明野陸軍飛行学校長に移動。1930年6月、所沢陸軍飛行学校長に移り、同年8月、 陸軍中将に進んだ。1932年4月、陸軍航空本部付けとなり、同年9月、第9師団長に、親保された。1934年8月に退命となり、翌月、予備役に編入された。1939年4月1日に、後備役となる。砲兵科出身であるが航空兵科に転じ、飛行学校の校長として、教育に尽力。 現役を退いた後、グライダーの圧戦に努めた。ありがとうございます。